というわけでね、先日ね、有馬温泉に、行ってきたので、ついでにね、合わせてこの α7S3 を使って、映像を撮ってきて、で、それを、編集してみましたが、いかがでしたでしょうか。なかなかね、綺麗に撮れていて、いい感じかなと、個人的には思っています。で、それでね、まあいろいろと、まだね、この α7S3 はテスト運用中だったりするんで、まあ実際どれぐらいの、クオリティで映像が撮れたりできるのかっていうのを確認するっていう作業とか、その自分が制作する映像のベストの設定というのを今探している最中で、で、それで、まあそんな感じでいろいろとね、設定を探しているところだったりするんで、まあそんなのと合わせて、映像を撮ってきたという感じなんですけども、で、今回の映像の設定としてはね、最近ずっとね、試している設定が、ね、ピクチャープロファイルが、PP7。PP7 で、で、それで、4K のね、60p。4K の 60p で、422の 10bit のものを、で、撮影するようにしています。で、このね、4K60p。これがね、めちゃくちゃいいなと思ってて、で、この α7S3 だと、多分 4K30p はないんですよね。4K30p はなくて、24。フレームレートはね、4K24 と、あと60と、あとは120と選べるんですけども、30がないんですよね。で、今まで僕はね、30なんかをずっと使ってきていたんだけど、まあ、30がないので60でいいかと思って、で、60だと、まあ、データがね、その分、重くなったりはするんだけど、ちょっとね、こう、今回のね、その編集した映像を見てもらったらわかると思うんですけど、ちょっとそのスローモーション的に使えたりするんですよね。まあスローモーションとまではいかないんだけど、まあ少しだけ、通常のスピードよりもちょっとだけ遅くして、ちょっとね、こう雰囲気を出すような、ちょっとまったりとしたような雰囲気を出すことが可能だったりするんで、で、常に、4K60p で撮っておけば、そういった雰囲気を、まあね、その事前に考えずに、そのね、その編集時のノリで、そういったテイストを出せたりするんで、これはいいなと思って、さっきまでね、編集していました。で、4K60p で撮るんだけど、だけど僕の場合は、必ず最終的な書き出しっていうのは 24p で、書き出すんですよね。まあというのも僕は映画がすごく好きだったりするし、その 24p が持つ独自の、そのちょっとしたカクカク感がめちゃくちゃ好きなので、なので、いくらね、その 4K60p で撮ったとしても、まあ最終的な書き出しっていうのは絶対に 24p なので、なんでまあ最終的な書き出しは 24p なんだけど、要所要所でね、スローモーション的な使い方をしてみたりっていうことがね、なんだろうな、こうライブ的な編集で可能になったりするんで、まあなのでね、このね、4K60p はね、常に自分の設定として、自分のね、設定にしていこうかなと今ね、考えているところですね。うん。で、使ったレンズとしてはね、このね、24-70 の F4 の標準ズームレンズですね。で、この、標準ズームレンズはあんまり気に入ってはいないんだけど、まあまあ軽くて、まあいろいろとね、高価格を、ズームでね、調整できたりするんで、まあすごくね、旅行の時には便利だったりするので、
ちょうどいいなと思って、使っています。まあ、小さいですしね、小さいし軽いし、で解像感はある程度損なわれてしまうんだけど、まあそこを犠牲にしても、まあ十分な映像で撮れてるなという印象もあったし、あとは、例えば F2.8 だと、ちょっとその、なんだろう、開放にしすぎ的なところが結構あると思うんだけど、だけど F4 スタートなんで、F4 スタートだと、なんかね、映像撮っててちょうどいいかなっていう気もしたので、まあというのもなんだろうな、この、アルファ7S3 で、撮られるこの解像感、この解像感っていうのがやっぱりすごく綺麗なので、アルファ7S2 とやっぱ比べ物にならないぐらいの解像感を持っているので、なのでそういう意味でね、やっぱりそのアラが目立ってしまうんですよね、で F2.8 だと特にそのピントの、ボケ感、そのピントのズレ感とか、このシチュエーションでここにピント合ってるのかみたいなのが明確に出てしまうんだけど、 F4 ぐらいからだとそういったミスっていうのがバレにくいっていうのもあるし、そもそもそんなにこうなんだろうな、 F2.8 ぐらいで撮っちゃうシチュエーションっていうのも少なかったりするんで、まあ、特に最近僕は絞り気味で撮影することが多いし、外に出ればね、F8 とか平気で使うんで、F8 の方が綺麗に解像していたりするんで、で、まあそういう方がね、見ている側としても、なんかいろいろとね、物事を伝えやすいのかなと思っていたりするんで、まずね、という感じでね、まあこの組み合わせで、撮ってみました。で、マイクはね、ロードビデオマイクロかなを使っていました。あれもね、すごく音がコンパクトながらもいいので気に入って使っています。まあ、ただね、今回 α7S3 に変えたことによって少しね、音があんまり良くないというかね、以前の α7S2 とかこのね、α6300 の方が音が良かった気がするのは気のせいなのかわかんないですけど、っていうのはちょっと気になっているところで、またそれもね、今後 α7S3 これをね、使い倒していっていろいろと検証していって、で気づいたことは動画にアップしていこうと思っています。まあ、というわけで今回の動画はそんな感じですね。 4K の 60p の 422 の10ビットを使って、映像を撮ってみましたという感じですね。またこんな感じに α7S3 どんどんね、設定を、いろんな設定で、撮っていきたいと思っています。で最後にね、余談なんですけど、このね、有馬温泉に行ってきたついでに、神戸のイケアと、あとはね、大阪のね、大阪エキスポだっけっていうところに行って、IMAX でテネットを見てきたんですよね。クリストファー・ノーラン監督のテネットを見てきたんだけど、すごかったですね。あれはね、絶対ね、IMAX で見た方がいいなと思って。で、しかもその IMAX も、本物の IMAX が見れるのが、大阪のエキスポと、あとは池袋の IMAX なんですけども、で、そのね、偽物と、本物の違いって何かというと、アスペクト比なんですよね。で、アスペクト比が、本物の IMAX だと、1:1.4 とかそれぐらいの比率なんですよ。ほぼ正方形で、ほぼ正方形の、アスペクト比で、IMAX だと体験できるんで、なのでいわゆるね、映画なんかだとすごいその横に長い長方形に見られたりするんだけど、だけどそのね、 IMAX だともうほぼ正方形で見れるんで、もう情報量が、倍近くあるんですよね。でなので例えばそのね、テネットのみたいなすごいね、迫力のある映像だと圧倒的にああいうね、IMAX の方が楽しめるというか、今までのね、映画と全く違ったね、体験ができたりすると思うんで、あのね、 IMAX はね、めちゃくちゃおすすめです。もう絶対にね、大阪から池袋まで行って、絶対に、テネットなり、これから IMAX を、これからね、IMAX が使われて、撮られた映画なんかは体験してくるといいかなと思ってます。以前ね、ダンケルクもね、IMAX で見ようと思っていたんだけど、結局ね、
なんか見る時間がなかったというかね、その時ねエキスポにいたんだけど結局なんか 見れなくて諦めたんですけど、うん、でそれで初めてね僕本物の IMAX 今回見てみたんだけどめちゃくちゃ良かったのでぜひ見てみてください。もうそうね、そのアスペクト比もね素晴らしいことながら、当然ねクリストファー・ノーラン監督の映像のねその撮り方とか色の出し方とかストーリーの内容とかもねほんと素晴らしいし音楽も素晴らしいし音も本当にねすごいし絶対ねあれはね、見てほしい映画だなと思いましたね。うん、なんかすごいねこの新しいカメラを使い始めてるんですごいねいい刺激になりました。まあ、というわけでね余談になりましたけどまたね、こんな感じに動画をアップしていきたいと思ってますので、またね、ぜひ動画を見に来てもらえたらと思います。じゃあね、次の動画で会いましょう。